でも、じゃあ、てか、見て。あ、よくないっすね。食っちゃうっすね。うん、そう、そう。よくないよ。うん、いや、走るは顔パンパンやけど。走るけど。肩のは、マジっすか？肩のはちょっと伸びてきたんじゃないかな。肩の伸びてきたんじゃない？どういうことですか？え？どういうことですか？何がですか？くるくるし始めた。電波悪い。てかコメント俺更新されないんだけど。え、自分もす。これどういうことなの？なんか。人数も変わんないし。なんかこう見てる人も動かないんだけど。ずっと197のまんま。あ、そうです。自分17人っすよ。え、嘘？走るの？俺192っす、今。じゃあ走るのだけ動いてんだね。ぽいっすけどね。東京はちょっと電波悪いですかね。じゃあ今ちょっとあのメール来たからメール見ようと思ったら一回消えた。あ、なるほど。うん。え、今日のご飯は何か、早川さん。え、だから今日なんか、お弁当。もうお弁当届いたんすか？いや、夜はないから。あ、夜ない？そう。夜ないから、これ食べる。そば、そば。え、これだ、誰でしたっけ？鬼滅の刃の名前。え？お前それ分からへんねやったら、お前ちょっと見直した方がいいで、鬼滅の刃。煉獄さんでしたっけ？正解。ですよね。煉獄さんが一番いいやろ。そうっすね、かっこいいっすね。うん。とりあえず。え、泣きますか？映画。え？映画泣きました？映画見た。DVD 買ったよ。マジっすか？そう。めっちゃ泣くっすよね、あれ。いや、泣きはせんやろ。ほんとっすか？感動はするけど。早川さん、そういうのない、なんか、見て泣く人だ。いや、俺、泣かへん人。感動しても泣けへん人。なんか、どっちかというと、笑ってそうっすよね、一人。いや、笑わへんよ。笑いはしないですか？おわ、こんな感じ。無っすか？え？無表情なんすね。無表情。でも、感動はしてるよ。感動はしてるんすか？うん。子供たちは見てないですか、映画。あ、見てる見てる。だから子供がめっちゃ好きなんやって、今。へぇー。だから漫画も全巻買ったし。はいはいはい。俺、ジャンプ読んでるから、別にいらんかったんやけど。はいはいはい。子供がようやく今、1年生になって、文字読めるようになったから。へぇー。だから、買って読まそうかなと思って。早川さん、面白いっすね。え？早川さんが水飲んでる。ね、すごいよ。え？外出れへんやん。はい。これどうやって裏返しにすんの？画面タップしたらすかね。下の、下になんか。あ、これか、見て。え？水支給されてんのよ。やばくない？箱で、うん、すげえ。てか、マジ痩せそうじゃないですか、早川さん。そうやで。だから、やばいって。マジひもじいで。ひもじいって。うん。でも、ここにちょっと、ここに送って。え、送れるんすか？いや、わからへん。でも、今こう早川さんに送ってとか言ったらめっちゃ送ってくれると思いますよ。うん、マジでここ。どこか分かんない。ここ。このホテル、このホテル。絶対分からん。トラベルクッカーあるから大丈夫。てか、あと9日間すのよね、早川さん。そうそう、9日目で。PCR 受けて陰性やったら、はい、家帰れる。てか毎日腹筋背筋やったら変わるんじゃないですか？
9日あれば。やれって言ってんの？はい。ちょっと毎回。俺だから今、スクワットしてたって。なんでスクワットなんですか？え？なんでスクワットですか？そこなんか。腹筋、背筋、腕立てするスペースがちょっとないのよ。そんな狭いですか？そう、ん？そんなに狭いんですか？いや、狭くはない。どっちかっていうと、あのツインやからめっちゃ広いで。やりたくないだけってことですか？まあ、そういうことやな。でも、そういうことなんじゃないですか？カムラさんのプレイ、インスタに上げてほしいやって。プレイですか？うん。今、プレイしてみてよ。人いないでしょ。あ、じゃあフットワークでいい、フットワークで。フットワークで、フットワークで決めて声出し。絶対。今無理じゃないですか。え、結構人いんの？え？結構人いる？結構、ちびっ子たちが頑張ってるし。え、高岡ジュニアの？いや、高岡ジュニアもうすぐっすね。あ、じゃあ、それ来てからちょっと、羽打った時にやってみてよ。ちょ待って。スマッシュ決めて、シャーって言って。あれ？おじいちゃんいる。あら、ニースティナちゃん。おじいちゃんいる。ちょっとフットワークしてスマッシュ決めてシャーしてみて。西田。やる？いや、でも、カムラさんのプレイインスタに上げてほしいですって言ってるよ。ちょっと見てみてください。え、はい、何点？これ何点目今？何点目の点数？何点目の点数？ 3-2 ぐらいのチース。3-2 でその声やったらお前それやり直しやで。やり直しやって。じゃあもう。それあれやな、基本打ってる時にあのスマッシュ決めて喜んでるタイプやで。ちょっとスマッシュって決めた時のガッツポーズやってみて。スマッシュって何点目の時のやつですか？今これ何点目？何点目？29オールしてます。それあの10オールの時やで。これ10オールの時ぐらいらしいよ。うん、だって今ので勝ったんやろ。今ので勝ったんやろ。今ので勝ったんやろ。勝ったらもっとしなあかんと思う。もっとしないかんって、はい、やり直しやってコーチが。B代表のコーチ言ってる。え、明日さん今何人見てるんですか？卓球。190人。いや、優勝したわ、それ。それ優勝したわ。え、じゃあ、早川さん？うん？カンタが、うん、フランスオープン優勝したとき見ました？どんな感じだったか。あ、見た。ちょっとその場ね、めちゃくちゃうまいやついるんですけど、ちょっと見てもらっていいですか？あ、いいの？いいですか？ちょっと待ってくださいね。いきますよ。うん。いきますね。うん。誰？こうか。いやうまい。片付けるところまであんの？すごい。めちゃくちゃうまい。柏原の先輩バカにしすぎやろあいつ。じゃあ
以上です。とりあえず自分も帰ります。お疲れ様です。え、帰んの？ちょっと寒くなってきたっす。あ、それは帰らなあかんわ。風邪ひいたらあかんで。はい。お疲れ様でした。はい、じゃあまた。ちょっと待って。カンタまたね。カンタまたね。はい、ありがとうございました。え、ちなみに4人しかいいの今。今4人しかいない。あと敬語しかいないです。あ、5人で練習してんねや。そうそうす。この前まで西田目崎いなかったから。ああ、俺らと一緒に練習してたから。そう、その中村、高橋3人です。寂しいな。はい。じゃあまた、また入ってはい。気をつけて。はい、お疲れ様です。あさってです。はい。